皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年3月1日、2時22分、大谷翔平選手と、阪神タイガースの中野拓夢選手、ご結婚おめでとうございます。まあ、中野拓夢選手に関してはだいぶちょっと遅れたんですけども、あの誰かとこうまとめてメッセージを送らなかったら動画の数はもう増えっぱなしで、今アップロードした動画の数がもう700超えてるんです。で、まあ一緒にさせてもらったんですけども、まあその翔平の方はさっき昨日のニュースウォッチ9 NHK の報道番組なんですけども、まあそちらの方の録画してたものを再生して、まあどんなコメントを発してるか見てたんですけども、まあ2人と1匹で、これから平穏な暮らしというか、まあ仲良くというか、まあそういうふうなメッセージだったと思うんですけども、頭の中かしたりする嫁さんとデコピンに任せていいですか本当にそれでどこまでできるか見てみたい。いや本当にまあまあ中野拓夢選手に関しても、まあ前から阪神タイガースの選手にも早く結婚した方がいいっていうことは伝えていて、まあお二人とも結婚できて、よかったなと思いますこれ結局どうなんでしょうね。いろいろ僕も考えたりするんですけども、基本的にはもともとオリンピックとか、スポーツ関係者の人はご家族だとか、恋人だとか、そういう人に頭の中を借りたりとかだったと思うんですね。で、たまに僕も思うことがあるんですけども、僕の頭の中貸したりしてるのはそれプラスさらに上乗せになってるのかなとか、まあちょっとその辺のところよくわからない正直。ただまあちょっとまあ格闘技の話になるんですけども、プライドのプライドとかライジンとかでたまにえって思う時あるんですよ。チョークスリーパーって言って首絞めに行って勝ってる試合とかあるんですけども、あれ多分じゃダメでしょ。だからやらせがやっぱり どこかであるみたいですね、その八百長この間のサッカーアジアカップみたいに。だからまあアジアカップ何回も言いますけども、サッカーこの間ヨルダン初優勝かなって思ってたんですよ。で、未来からの時間軸からの声を大事にしてるのか、バーレーンの選手とヨルダンの選手、YouTube で見たときに、赤いユニフォームの選手がヨルダンかなって思ったんですよ。で、向こうはどう聞こえてるかどうかわからないですよ。だけども、まあ、結局ヨルダンではなくてバーレーンの方の選手勝ってしまってるんですけどそれまでね、野鳥してきた各チームの皆さんはいかな心境なものなのか世界の平和じゃなかったのかとまあそういうふうなことになるんでしょうけど、まああんまりね、もうそういうふうなところを見ると僕もどこからどこまで本気になるべきなのかとかよく分かんなくなるときあるんで二人と一匹の話大丈夫。翔平の嫁さんの方は頭の中貸したりとかできます。でそれしたとき睡眠不足とかになったりします。もしまあそういうことだったら、まあ試合ペナントレース始まってから、言ってくれたらっていうところですね。最初ちょっと様子見みたいなところで、まあこの間 YouTube でアップロードした時に、僕はスポーツの勝ち負けに関わりたくないっていうことを言ってるんです。それで寝れるかなと思って、結局
スポーツの勝ち負け関係とかでインターネットゲームをしたりしたりとか、そういうふうなところでも睡眠不足にさせられてるのかなとか思って、昨日全くインターネットゲームとかしなくて様子見たんですけども、睡眠不足になりました。もう何が原因か分かんないもんと本当に、もともとは普通に寝ていたのになぜこうなってしまったのかっていう、まあそういうところもあるんですけどね。まあまあとにもかくにも、結婚話からそれてしまいましたので、もう一度、結婚おめでとうございますということで、お伝えしておきます。平穏な幸せな家庭を築いていただけたらなと。あとそれと、まあ、お子さんが生まれた時ですよね。結局、まあ、上原さんなんか結局日本に戻ってきてますけども、海外への移住っていうのはやっぱり無理でしょう。親のその介護とか看取りとか、そういった部分がありますから。だからまあその辺のところで、まあどういうふうにするべきかっていうところは、まあ先輩方に聞いてもらって、上原さんとか一郎さんとか松井さんとか、まあタイミング見てどういうふうな、未来設計が、無理がないかっていうところを考えて、まあ行っていただけたらいいんじゃないかなと思っています。以上です。いいですね、本当に羨ましい限りです。本当にもうこの結婚問題で僕はどれだけ悩んでるのかそれだけでね、多分ね、多分他の選手とかで独自の人とかね、結婚問題こうやっぱりそれでプロ野球選手としてね、仕事にこう集中できないっていう人結構いらっしゃると思いますよ。口に出して言わなかったとしてもね、むしろそれみんなで聞いてあげたりした方がいいんじゃないですかっていうところですね。以上です。結婚先にできた人がまだ結婚できてない人の、まあ、相談に乗ってあげるとかね、まあそういうような形で動いていただけたらいいんじゃないかなと思います。以上です。結婚おめでとうございます。以後お幸せに。以上です。